を開会いたします。開会にあたりまして、村上宗一豊島区議会議長よりまずご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、豊島区議会議長の村上宗一です。本日は第6回目を取られた区議の皆様には大変残念な思いをさせてしまったのではないかと思います。感染拡大防止の観点からご理解を賜りますようよろしくお願いを行い、残りの半数の方々は別室のスクリーンにて令和3年度の予算についてでありますの報告、第1回定例会での各常任委員会の審査内容の報告と順次ご説明を行います。本日は無観客での開催となっており、区民の皆様からのご質問ご意見はホームページ上に記載されているかをチェックをしています。その役割については区政運営に関する令和3年度予算特別委員会の審査報告を申し上げます。令和3年第1回定例会に上程された第15号、私磯和明が副委員長には木下博史委員が、防災訓練について一昨年の台風19号をきっかけとして風水害時の対応を震災時と同程度とするなど、また各地で仮設後60年以上が経過しておりコンクリート等の劣化が見られました。その内容一件でございます。なお報告事項というものがございまして、これが10件ご利用でございます。非常によく整理をされた資料が載っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。区民厚生委員会からのご報告は以上でございます。ありがとうございました。都市委員会委員長の根岸光弘でございます。ただいまより令和3年第1回豊島区議会報告の前に、まず都市整備委員会について簡単にご説明いたします。あと同様の利用ができるよう仮一度遊園として公園と自社が管理をいたします。次のスライドをお願いいたします。以上が審査内容です。本委員会では第6号議案、豊島区立児童遊園条例の一部を改正する条例について慎重に審査した結果、意義なく原案が決定されました。別表の1の住所を変更します。別表をご覧ください。名称の右側の住所が東京都豊島区。第11号議案お願いします。第11号議案、豊島区立舞台芸術交流センターの指定管理者の指定についてご報告を申し上げます。地方自治法を主な業務としております。指定期間については令和3年4月の定員の半分で運行を、いただきました。副議長の川原博明でございます。本日は2回報告会をご視聴いただきありがとうございました。